ネセシティトリデの戦い、または、グレートメドーズの戦いは、1754年の7月3日に、現在のペンシルベニア州、ファイエット郡ファーミントンの山の頂上にある集落で行われた戦いである。これは、フレンチ・インディアン戦争の端緒となる、戦いの一つであり、ジョージ・ワシントンにとって、唯一の幸福であり、 同年5月28日のジュモンビルグレンの戦いと並んで7年戦争が軍事的拡張を遂げる一因となった。ワシントンはアレゲニー山脈を通る峠の頂上の西にあるアルパインメイドにネセシティ砦を建てた。近くを通る他の峠道はアレゲニープラトの比較的低い土地に沿ってペンシルベニア州コンフルエンスそして ペンシルベニア州、ユニオンタウンに橋を発するネマコリンズトレールの西、そして、ファイエット軍の他の地域に通じていた。1753年から1758年にかけての、オハイオカントリーにおける、英仏両国の鳥で1740年代から1750年代の、初めにかけて、 イギリスとフランスの交易者は以前にも増してオハイオカントリーを訪れるようになった。このオハイオカントリーにはオハイオ川上流の連水経路も含まれていた。ヌーベルフランス当局はイギリス人交易者や入植者を追い出すためにより攻撃的になり1753年には一連の砦建設をこの地に置いて始めた。その前のジョージ王戦争で フランス系カナダ人は、イギリスの入植に対して、恨み以上の感情を抱いていた。フランスの砦建設は、イギリスのみならず、地元のインディアン所属の注意をも喚起した。フランスとインディアンは同盟関係を結んでいたが、イギリス人交易者は、フランス系カナダ人よりも、自分たちとの取引を優先するよう、インディアンを説得して成功しており、フランスが計画していた。 大規模な新軍は、好意的に受け止められなかった。その理由として、フランスの交易者たちは、すでにアングロアメリカの交易者たちが、インディアンに売りつけたのと同じものを、しかもほぼ、同じ値段で売りつけたことが挙げられる。これは極めて難しいことであり、1、2名のモントリオールの交易者を除いて、ルーベルフランスの商人は、オハイオカントリーで商売をするのをかなり渋った。 特に、ハーフキングとして知られる、民語族族長のタナチャリーゾンは、次のような行きから、反フランスの立場を取った。伝えられるところによると、ヌーベルフランスの砦建設隊の指揮官である、ポール・マリンド・ラ・マルグとの会合で、ラ・マルグは、機嫌を損じて、タナチャリーゾンに行度なった。お前に言っておく、もし俺が川を下って行って、そこが封鎖されでもしていたら、 その封鎖を爆破して、俺に逆らう奴を踏みにいじってやる。お前の戯言ごとなど、俺にはマッピらラだ。そして、ド・ラ・マルグは、タナチャ・リーゾンが、友好の印として送ったオムパムを投げ捨てた。その後ほどなくして、ラ・マルグは死に、砦建設の指揮は、ジャック・レガルデュール・ド・サンピエールに引き継がれた。バージニア植民地民兵大佐であるジョージ・ワシントンは、総督。 ロバート・ディング・ウィディに、オハイオテリトリーのルブ・フ・トリデまで召喚状を渡すべく派遣され、ウィリアムズ・バーグを立った。ルブ・フ・トリデには、サン・ピエールがいて、上官命令で、ここにいると定重にワシントンに告げた。しかし、この召喚状の宛先は、ヌーベル・フランスにいるサン・ピエールの上官でなければ、ならなかった。年当時の、ズ・ワシントンは、 ウィリアムズバーグに戻って、リンウィディーに、フランスが立ち退きを拒否したと伝えた。リンウィディーは、ワシントンに、民兵を招集して、オハイオ分岐点を守るように言った。このオハイオ分岐点は、ワシントン自身が取を築くにふさわしい場所であることを、認めていた。リンウィディーはまた、オハイオカンパニーの従業員であるウィリアム・トレントに、委任状を出した。それには、 招待を招集して、直ちに、オハイオの砦の建設に取りかかるように書かれていた。リンウィディはこれらの命令を、自分の権限によってのみ行い、ことが起こるまで、立法府会員に、資金の提供を図ることすらしなかった。トレントのオハイオカンパニーは、砦建設の予定地に1754年2月に、 到着し、タナチャリゾンと民ゴ族の援助を得て、倉庫と貯蔵庫の建設に取り掛かった。それへの対抗策として、フランス系カナダ人たちは、クロード・ピエール・ペコーディド・コントルクール率いる、500人規模のカナダ人、フランス人、そしてインディアンの部隊を送り込んだ。4月16日、ヌーベル・フランスの軍は、オハイオの建設地に着いた。翌日、 バージニア兵36人が、不在のトレントに代わって、海軍少尉のエドワード・オードに率いられて、フランス軍を訪問し、その場を立ちのくことに合意した。彼らは、イギリス軍の砦を取り壊し、自分たちの砦を立てて、デュケーヌ・砦と名付けた。1754年3月、リンウィディは、ワシントンに命令を与えて再度オハイオに派遣した。 その命令とは次のようなものであった。防御を中心に活動しろ。しかし、砦の建設を邪魔したり、和解を阻止しようと企むものがあれば、それがいかなるものであれ、手向かう、者たちを押しとどめるように。もし相手が抵抗して、我が軍の者を捕虜にしようとした場合には、彼らを殺し、壊滅させるように歴史家のフレッド・アンダーソンは、リン・ウィディの命令は、 イギリス本国政府の理解も指示も得ることなしに行われたとしている。ワシントンはオハイオまでの道中、集められるだけの物資と志官兵を集めるように言われ、4月2日にオハイオに着いた時には、1867人の志官兵を率いていた。コントルクールは、自軍の兵が先導されでもしない限り攻撃はしてはいけないとの命を受けていた。5月23日、 コントルクールは、ジョゼフ・クーロンと35人の兵に、ワシントンが、フランス領内に入ったかどうかを見届けるため偵察に、やり、部隊に、フランス領から撤退させるための召喚状を持たせた。この召喚状は、その4ヶ月前に、ワシントンが、オハヨで、フランスの部隊に渡したものと、本質的には、同じだった。ただ、ジュモンビルの部隊には、フランス海兵隊、 民兵、そしてインディアンが加わっており、その点が異なっていた。辺境の森林の中を行軍している間、ワシントンは、ウィンチェスターであった、他の連隊からの数人の兵を受け入れ、またこの時、タイのトレントにより、フランス軍がジュモンビルへと進軍していることを知らされた。トレントは、タナチャリーゾンと行動を共にしており、タナチャリーゾンは、イギリス軍の支援を約束していた。 タナチャリーゾンの支援を受け続けるためにも、ワシントンは引き返すまいと決意し、その代わり、分岐点の37キロ南に取を建設して、次の指示を待つことにした。ジュモンビルの殺害27日、クリストファー・アギストが、ワシントンの野営地に着き、自分が住む小屋に、フランスの50人部隊が来て、牛を殺し、家の中のものを全部壊すと脅かしたと話した。 ワシントンは対抗策として大尉のホッグと75人の兵にそのフランス人部隊を追跡させた。しかし、ホッグが立ったそのすぐ後にワシントンは若いインディアンたちを呼び集めフランス軍がタナチャリゾンを暗殺に来ていると伝えインディアンたちもまたフランス部隊を追跡に向かった。その夜、ワシントンのもとにタナチャリゾンから フランス軍の野営地を見つけたという知らせが届いた。ワシントンは自らフランスへの攻撃を行うことを決意し、40人の兵を連れ、翌朝、12人のインディアンの兵士を連れたタナチャリゾンとアイフランスの野営地を攻撃することで合意した。ワシントンはフランス兵を待ち伏せして、10人から12人を殺し、2人を負傷させて21人を補修した。 戦死した者の,の中には、呪文モンビーユもいた。呪文モンビーユが、どのようにして、戦死を遂げたのか、はっきりとはわからないが、いくつかの証言によると、タナチャリーゾンが、呪文モンビーユに冷酷な処刑を行ったと言われる。タナチャリソンは斧で呪文モンビーユの頭を叩き割り、脳で、自分の手を清めた。あるインディアンから、コントルクールに伝えられた証言では、呪文モンビーユは、 召喚状が読み上げられている間に、イギリス軍の兵士により射殺されたとなっている。呪文美優から撤退した後、ワシントンは、フランスのサイドの攻撃を予測した。タナチャリーゾンは、デラウェア、ショーニーそして、セネカの所属を説得して、グレートメドーズで、バージニア民兵隊に参加するつもりだった。インディアンたちは、150人のバージニア兵と共に、 鳥を作り始め、6月3日に完成させた。この鳥は、ワシントンにより、ネセシティ鳥と名付けられた。弾薬と物資を入れた小さな兵舎を円形の鳥柵,柵が取り囲んでおり、その鳥柵,柵は樹皮と獣の皮で覆われた丸太を一本垂直に立てたものだった。6月9日までに、バージニア連隊の残りの兵が、グレートメドーズに到着したが、 大佐のフライは落馬して首の骨を折り死亡していた。ワシントンは大佐の地位を引き継いだ。数日後、ジェームズ・マッケイ率いるイギリス正規兵100人が到着したが、イギリス軍はバージニア民兵と野営を張るのではなく、砦の外で自分たちだけで野営した。ワシントンは500人ほどのフランス人部隊が 流ュケーヌ砦で物資の供給を受けられずにいると耳にして6月16日に300人のバージニア兵をグレートメドーズから連れ出しレッドストーントリ出の最前線へと続く道を広げさせた6月18日ワシントンはタナチャリゾンと会ったタナチャリゾンはワシントンの軍を援助するために他部族の族長を説得したが失敗したと伝えまた バージニア兵を援助できそうにないとも言った。インディアンの援助を受けられなくなった、ワシントンの部隊は攻撃に対してかなり隙ができそうだったが、レッドストーンクリークへの道を広げ続けた。6月28日、作戦会議の後に、ワシントンはグレートメドーズへの撤退を命じた。同じ日、600人のフランス部隊と100人のインディアンが、 殺されたジュモンビーユの兄にあたるルイクーロンド・ビーリエに引きられてデュケーヌ・トリデを出発した。フランスとフランス系カナダ人の勢力に先んじるためにもバージニア部隊は多くの物資を放棄せざるを得なかった。7月1日、彼らはネセシティ・トリデに着いた。ネセシティ・トリデでは物資を入れていた兵舎は空っぽになり、二日になって、 降り始めた大雨のわずかな雨避けになっていた。この雨で、ワシントンが命令して掘らせた残酷は、小川と化していた。ワシントンは、フランス軍の正面攻撃からここを守らなければ、ならないことを悟り、また、森林からの距離が100ヤード以下であり、マスケット銃の弾が届く範囲であること、敵がこの取り出を包囲した場合、 自軍を一人ずつ狙い撃ちにするのが可能であることをも悟った。防御を強化するためにも、ワシントンは命令を出して木を切らせ、その木で臨時の強壁を作らせた。イギリス軍の働きで、ビリエは、ネセシティ砦に近づいた。彼が通るその道は、バージニア兵が作ったものだった。7月3日の早朝、ビリエは、ジュモンビルグレンに着いた。 頭皮を剥がれたフランス兵の遺体に恐れをなしたビリエは、兵たちに早くその遺体を埋葬するように命じた。ジョージ・ワシントン3日の午前11時までに、ビリエが、ネセシティ砦が見える場所まで近づいてきた。この時、バージニア民兵隊は、泥の中で残豪を掘っていた。見張りの兵が、マスケット銃を発射した後砦に退却した。 フランス系カナダ人とインディアンたちの隊列が砦に向けて坂を降りてきた。しかし、ビリエは砦の位置を見間違っており、砦の左側の方へ前進した。ビリエは立ち止まって部隊を移動させ、ワシントンは攻撃準備を始めた。ビリエは森林へと部隊を移した。そこから砦はマスケット銃の射程内だった。 ワシントンはその場から敵軍をどける必要があることを知っており、全軍に向けて平原を突っ切って攻撃するように命じた。バージニア軍が来るのを見て、ビリエはインディアンに率いられた兵たちに突撃を命令した。ワシントンは交代せずに一斉射撃するよう命令を出した。マッケイのイギリス正規兵もワシントンに従い、2台のスーイベル砲にも助けられて、 近づいてくるインディアンを数人死傷させた。しかし、バージニア兵は、ワシントンや数で大いに勝るイギリス軍勢機兵を、残してリデへと逃走し、ワシントンもリデへの退却を命じた。ビリエは、森林の中で軍を再編した。フランスとインディアンの連合軍は、森林の中の開拓地付近で向きを変え、ネセシティ鳥でに猛者を浴びせた。ワシントンも兵に命じて、 砲撃を変えさせたが、高さがあまりにも高く、死傷者は少数にとどまり、スイベル法はうまくいかなかったも同然だった。バージュニア軍にとってさらに悪いことに、午後になって大雨となり、火薬が湿ったために砲撃を続けられなくなってしまった。ビリエは、イギリスの援軍がいつ到着するのかがわからず、士官に白旗を持たせて交渉にやった。ワシントンは、 この士官が砦に近づくのを許可しなかったが、兵と通訳のジェイコブ・バンブラームを交渉に向かわせた。交渉が始まったその時、バージニア民兵隊は、ワシントンの意志に背いて、砦に貯蔵してあった酒に手をつけ始めた。ビリエは、バンブラームに、自分が望むことは、この砦の幸福であり、バージニアの民兵隊が早く、地元に戻ることであると述べた。しかし、 ビリエはこうも警告した。もし降伏しなければ、インディアンたちがこの取りを襲って、中東兵すべての逃避をハグであろう。バンブラームは、ビリエの言葉をワシントンに伝え、ワシントンも、基本の部分では同意した。この時、ビリエの側近の一人は、ビリエの降伏条件を書き記して、それをバンブラームに渡し、それをワシントンが見た。ワシントンはフランス語がわからず、 バンブラームが英語に訳し、その訳文では、ジュモンビは暗殺されたことになっていた。しかし、おそらくバンブラームは、この暗殺という言葉を飛ばしたと思われる。さもなくば、ワシントンが、おそらくはビリエに、これを戻して、その言葉を削除するように依頼したかである。ともかく、ワシントンとマッケイは、幸福文書に署名した。初代入滑する公爵、 トマスペラムイコールホールズ7月4日、ワシントンとバージニア軍は、ネセシティ砦を放棄した。彼らは太鼓を鳴らし、旗を翻して、砦を後にしたが、インディアンとフランスの部隊は、その途中で彼らから略奪を働いたが、略奪を止めさせることで大虐殺に発展するのを、恐れたワシントンは、彼らのナスがままにさせておいた。翌5日までインディアンたちは、 略奪を繰り返し、7月半ばになって、ワシントンの一行は、バージニア東部に戻った。17日、ワシントンは、リンウィリーに戦闘についての報告書を提出した。ワシントンは、建席を覚悟したが、立法府からは感謝決議を受け、リンウィリーは、ワシントンにではなく、他の植民地が物資をあまりよこさなかったこと、支援を断ったことを非難した。 デュケーヌ・トリデに入るイギリス軍この年の8月に2つの戦闘の知らせがイギリスに伝わり、トマス・ペラムイコール・ホールズ政権は数ヶ月の交渉の後、翌年にフランス追放のための軍を派遣することを決定した。少々エドワード・ブラドックがその軍を率いた。ブラドックの遠征は3時に終わり、1758年まで、フランスはデュケーヌ・トリデを支配下に置いたが、 最終的には、ジョン・フォーブスに、この取り出を攻略された。ブラドックが、北、アメリカに向けて出発する。その前に、イギリス軍の計画がフランスにかなり漏れており、フランス国王ルイ15世は、敵軍よりも、大きな部隊を、ヌーベル・フランスに派遣していた。フランス軍は、モノンガ・ヘラの戦いには間に合わなかったものの、その後の何年かにわたるフランスの対イギリス勝利に、 貢献した。イギリスは第二次攻撃として、提督のエドワード・ボスカーウェンに、1755年6月8日の海戦で、フランス艦アルシドを攻撃させ、アルシドと他の二艦を打捕した。この艦隊には、フランス兵の多くが上艦していた。1756年春に、英仏両国の戦線布告が行われ、七年戦争が正式に開幕し、以来、 陸海ともに北アメリカでの軍事行動は激しさを増した。ありがとうございます。